こんにちは、キリン参加のニジナナです。本日のナナアートはガイドラインを引いた型紙を使ってマンダラアートを楽しんでいっちゃう第2弾です。本日はですね、こちらの型紙を使っていきます。こんな感じで、ちょっとドーナツ型みたいな感じで真ん中の方にね、こういう円のガイドラインを加えてあります。ちょっと二重にもなったりしてね。こちらの型紙番号はこの型紙 C になります。ちょっとね、 B を飛ばして C なんですけれども、今日はね、こちらの C を使って描いていきたいと思います。前回使った型紙 A の方で描いたマンダラートはこちらになります。こちらのね、1月のお花のスノーボールを描きました。こんな感じでね、仕上がっていて、こちらのシリーズで今日はですね、2月のお花の副樹草をね、この型紙 C を使って描いていきたいと思います。こちらの無料ダウンロードできる型紙は7のマンダラアートと検索してブログにアクセスしてダウンロードしてください。下の概要欄の方にもダウンロードできるリンクを貼っておきますので、どちらかでね、アクセスしてぜひね、ダウンロードしてみてください。こちらの方のね、型紙はちょっとあの色濃いめに出してあるんですけれども、実際ダウンロードして、印刷できる型紙はこのぐらいね、薄めの線になっていて、この作品にね、響かないような形になっております。第1弾のですね、こちらのスノーボール型紙 A を使ったね、マンダラアートの描き方を見てない方はぜひね、そちらもご覧ください。はい、それではね、早速でもこちらの型紙 C を使ってね、早速描いていきたいと思います。どんどんね、描いていっちゃうので、もしね、一緒に描く方は動画をね、ストップしながら一緒に描いてみてください。それでは始めます。はい、それでは本日もこちらのね、100円ショップで買った30色入りのペンを使って描いていきたいと思います。とってもね、お得でね、気晴らしにとってもいい画材だと思います。そして今日は副樹草を描いていくんですけれども、緑を2色、3色ぐらい使って、あとは副樹草のオレンジで作っていこうと思います。本日はこちらの4色で描いていこうと思います。ちょっとね、細かめのガイドラインが引いてありますが、こちら描いていきましょう。まずはね、やっぱり真ん中から。
それではね、福寿草のお花をね、描いていきたいと思います。福寿草は2月のお花で、北海道だとですね、雪の下からね元気に咲いてくるね、すごい可愛いお花なんですよ。とても強いお花です。こんな色じゃなくてちょっと山吹色っぽいオレンジ色なんですけど、今回はちょっとその色がないので、こちらのペンで作ってみて思ったんですけど、この円を描いたり、分度器でね角度測ったりとかそういうことしないで、この線を描くことに集中できるので、よりねこうマンダラアートを描くことだけに集中できるっていうか、そんなメリットもあるなって。花びらの大きさとかも揃わなくても、円からはみ出さなければまとまるのでね、安心してこう描いてもらって大丈夫です。のびのびとね描くのもいいんじゃないかなって思います。ガイドラインが引いてあるのでね、コンパスがなくても大きい円もしっかり描けます。はい、ここ太くしておきます。
はい、こちらで2月の花副輸送の完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらのね、気軽に楽しめちゃうマンダラアートの型紙はナナのマンダラアートでご検索いただくか、下のね、概要欄の方のリンクからアクセスしてみてください。無料でダウンロードできますのでね、ぜひね、楽しんでみてください。で、こちらのマンダラアートは後でね、色鉛筆で色塗りをしてインスタグラムにね、アップしようと思います。もしよかったらね、私のインスタグラムの方もチェックしてみてください。じゃあ、本日の型紙はですね、 C の型紙を使って2月のお花副樹草をね、描いてみました。それではね、皆さんもぜひね、楽しんでみてください。次のね、型紙もね、ぜひ楽しみに待っていてください。次は3月の花スノーフレークを描いてみたいと思います。この動画が良かったらぜひね、グッドボタンなんか押していただけるととっても嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。